男はデビュー当時から貪欲にゴールを狙っていた。得点に絡んでも入れられないと意味ないんで、まあ、今日は入れれて嬉しかったです。今さらにその魅力に磨きをかけた浦和レッズ田中達也26歳。サッカー選手としては小柄な167センチ。岡田ジャパンのメンバーでは一番小さい。しかしそのハンデを逆に利用した武器こそ、ドリブルで仕掛けたりそういうところが相手のディフェンダーにとって嫌だと思っているので、スピードを生かし小回りが効いたドリブルから仕掛ける。こうして幾度も相手ゴールを脅かしてきた。では常に意識していることとは。それは相手ゴール前3分の1、アタッキングサードでのプレーに現れている。一番心がけてるのは前を向いてプレーすることを心がけてやってます。自陣を向いてボールを持っても相手に全然怖くないし、なるべく前を向けるような体の向き作ったりだとかタイミングで動き出したりしてます。まずはボールを受ける瞬間の体の向きが重要。常に前を向いてボールを受けることで、すぐさまゴールを狙う体勢に入ることができる。同時に相手ディフェンスに怖さを植え付けられる。さらに小柄な選手はなかなかボディコンタクトも、まあ、僕自身すごい嫌なので、ディフェンダーと近寄りすぎないように、なるべくボディコンタクトのないようなところを意識しちゃってます。小柄な田中にとってボディコンタクト、つまり接触プレーはボールを取られてしまう危険性が高い。それを回避するためなるべくディフェンダーとの距離を取るように心がけているという。さらにその距離において、この男にしか持ち得ない独特の感覚がある。自分の間合いじゃない時は仕掛けないように。例えばカタール戦でのこのシーン、うちも見えたんでパスしようかと思ったけど、これもすごいディフェンダーが僕の方に寄りすぎて、これも自分の間合いかなと思って、この距離は結構僕らにとって有利な距離かなと思って、近づいてきたディフェンスをかわすと、2人目の選手がマークに。ここで内田にパスもできるが、ディフェンスとの距離、ドリブルの速さを計算し抜けると判断。一気に切り込む。そして体格のハンデを補うためこんなプレーにも心がけている。なるべく動いて相手との接触を少なくして、止まらずにボールをもらうのが僕らみたいな小柄な選手はすごい大切だと思うので、止まらずにボールを受けることで持ち味のスピードを生かしドリブルやシュートに持ち込むことができる。ボールを受ける瞬間、前を向き、ボディコンタクトがないように一定の距離を取る。そして自分の間合いを大切にしながら相手ゴールに仕掛けていく。だが田中の本当の凄さはこれだけではなかった。それはオシムの言葉にヒントが隠されている。To bi otprilike trebalo da bude kao primjer kako treba da igraju. Ja se ponašaju japanski špicevi u utakmicama. Hrabro,
na pravo mjesto uvijek s timingom dobijem opasno. Na opasna mjesta i to, i to je ovako, veliki napredak. Ako bi na Tatsuya nastavio tako, to je dobitak. 相手にとって危険な場所にいるという田中。では、危険な場所とは一体？動き出しは裏を狙います。多くの場合、狙うはディフェンスラインの裏のこのスペース。このスペースに入りボールを受ければ、目の前にはキーパーしかおらず、決定的なチャンスとなる。危険な場所を嗅ぎ分ける高い能力を持つ田中。カタール戦でもそれは発揮された。この相手のディフェンダーが多分僕のこと見えてないなと思って、半円のところにいる選手も僕についてくる気配もなかったし、処理しようとしているディフェンダーも僕のことは絶対見えてないし、流すボールを流しそうな感じがしたので、わずか数秒の間で田中はディフェンダーにマークされていないことを確認。しかも飛んできたボールがクリアされないことも見抜き、裏へ走り込みゴールを決めていた。相手が何をしようとしているのか瞬時に感じ取る察知能力にこそ田中の凄さはあった。さらに一番大事なのは一回予備動作入れて動き出すのが一番取りやすいのかなと思うけど、ボールにちょっと寄ってみたりだとか、逆に離れて近寄ったりだとか、まあいろんな動きを混ぜながらやってます。マークが厳しい場合、ディフェンダーの目をかいくぐるため予備動作を入れていると。例えばあえてボールに近づこうという予備動作でディフェンダーをおびき寄せた次の瞬間、今度は裏に走り込みマークを外す。ボールによるから相手もあ、ボールもらいに来たなと思ったら裏にそのまま抜けて、はい、そういう風に動いてます。さらに横に走る予備動作を入れ、タイミングを見て裏に抜けることでディフェンス網をかいくぐっていた。非凡な察知能力と予備動作を駆使し相手の急所を突くプレー、そして小柄な体格を補う武器ドリブル突破でゴールを脅かす。田中達也26歳。その前に立ちはだかる宿敵オーストラリア。180センチを超える長身ディフェンダーをいかに崩すか。田中の技術が今最大の難関突破への鍵となる。どんどん動いて足を止めずに、また全員攻撃全員守備、チームの一員として与えられた、まあ組織プレーをしっかりこなして、プラス自分らしいどんどん仕掛けていくプレーだとかゴールに向かうプレーをできれば、まあ、ちょっとでもチームに貢献できると思います。